日程第二、請願第二号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度、検事のための政府予算に係る意見書採択を求める請願を議題といたします。本件について委員長報告を求めます。教育民生常任委員長。 教育民生常任委員長の金谷です教育民生常任委員会は、当委員会に付託されました請願1件を審査するため、去る9月12日に全員協議会室において開催をいたしました。その審査の経過と結果についてご報告いたします。請願の審査のため、紹介議員の高木、失礼しました、直井貴弘議員。 中山修議員の出席を求め、詳細な説明を聴取しつつ、つつ各委員から質疑、意見を求める形で、慎重な審査を行いました。請願第2号、教職員定数改善と義務教育費、国庫負担制度、検事のための政府予算に係る意見書採択を求める請願についてでありますが、 この請願の主な趣旨は、議員各位に配布しました請願文書表のとおりであります。提出者、茨城県教職員組合、執行委員長、ほか278名から、直井隆弘議員、中山修議員の紹介により、令和5年8月22日付で議長に提出されたものです。紹介議員より、 趣旨説明を受けた後審査を行いました審査の経過で、審査の過程で議論された内容をすべて申し上げますと、委員からは、この請願は35人学級の実現となっているが、実際は定数をもっと下げる必要があるとの意見がありました。また、他の委員からは、特別支援学級の児童生徒も入れると、 実際は40名近くなってしまうため、少人数学級とすることは必要である。さらに、発達障害児や外国籍の子どもたちに対応する教職員も必要であること、財源不足のために教職員確保が困難になれば、教育格差が生まれることが懸念される、との意見がありました。また、他の委員からは、毎年請願を提出しているが、 国の方向性や結果報告を知らせていただきたいとの要望があり、紹介議員から2022年度の成果としては、下配教員数が3341名増加し、21億円の人件費の増額があっ,あったと報告を受けているとの説明がありました。また他の委員からは 全国的に教職員のなり手不足が問題となっている自治体としても支えていかなければならないため部活動指導員なども含め人材確保に後押しができるようサポートしていきたいとの意見がありました採決の結果全員賛成で本請願は採択すべきものと決しました教育民生常任委員会に付託されました請 請願の審査の経過と結果について申し上げました以上で教育民生常任会の報告を終わります 委員長の報告が終わりました,ただいまの報告に対して質疑はありませんかこれで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんかこれで討論を終わります。これから請願第2号について採決いたします。この採決は挙手によって行います。本請願に対する委員長報告は採択であります。お諮りいたします。 請願第2号を採択することに賛成の方は挙手願います。はい。挙手全員です。よって、請願第2号は採択することに決定いたしました。